こんにちは、柴田です。たくさんですね、ご質問をいただいておりまして、私の経験上からお話しできることがあれば、お答えしていきたいなというところで、今回ですね、とある方がスルーネックじゃないとヒデサウンドが出ないと、そういうことをですね、おじさんに言われたらしいんですよ。実際にはどうですかというところで、個人的な見解にはなるんですけれどもね、お話をさせていただきたいなと思います。まずはね、スルーネックとは何ぞやというところなんですけれども、皆さんご存知かと思いますが、ボディからですね、ネックまで繋がってるんですよ。ピーッと繋がっておりまして、両サイドに貼り付けてある、ボディが貼り付けてあるという状態ですね。これよりも、こっちの BC リッチの方がわかりやすいかな。これがわかりやすいですね。こういう風な感じです。有名なのはね、この BC リッチのスルーネックなんですけれども、ヒデさんもね、この BC リッチに憧れて、モッキンバードを使いたいと。当時 BC リッチは高くて、結果フェルナンデスを買ったところから、ヒデさんのフェルナンデス生活がスタートと。いや本当ね、BC リッチのね、昔のカタログ見てるとね、めっちゃ高いっす。今はね、韓国製のリッチとかだったら、もうスルーネックでもね、10万とかで全然買えるような状態。これもね、中古でね、6万とか7万。BC リッチのエキゾチックだったかな。そういう個体になってるんですけれど、基本的には製造に時間がかかる、コストがかかるというところで、価格帯もやっぱ高いところにありますので、どちらかというと高級ギター的な扱いをされていた構造でございます。そのスルーネックのね、メリットというところではですね、よく言われているのが、ハイフレットが非常に弾きやすい。もう繋がってて、ここがですね、いい感じにね、ヒールレスなカットがされておりますので、ハイフレットがですね、非常に握りやすい、弾きやすいと。これがね、一番のメリットでしょうね。で、もう一つ言われてるのがね、これサスティンがね、いい。サスティンが長いと言われてるんですけど、これはね、個人的にはね、都市伝説な感じがしないでもないなと思ってます。一般的にボディが重くて硬かったりとかして、あまりこう振動しないもの、それがね、サスティンを生むと言われているので、ボルトオンのネックのものでも全然ね、サスティンいいものありますし、一概にスルーネックがいいかっていうのは言えないかなと思ってます。ハイフレが弾きやすいっていうのが本当にメリットなんですけれども、最近はですね、グラスルーツとかでも、セットネックをヒールレスにカットされてあって、スルーネック風仕様になってたりするんですよ。その辺はね、コストをかなりカットしているので、非常にね、安く購入することができます。ぜひぜひね、チェックしていただきたいなと。どちらかというとね、個人的にはね、デメリットというかリスクの方がね、スルーネックは多いんじゃないかなというふうな感じがしておりまして、セットネックもそうですけど、ネックが折れたらね、なかなか大変な作業になると思います。ボルトオンだったらね、取り替えることが可能なんですけれど、割とこう、もろ刃な剣なギター、そういうデメリットもね、一応ね、頭に入れといていただきたいところなんですけど、何よりね、やっぱかっこいいんすよ。このね、スマートです。非常にスマートなギター。高級感もね、溢れてますし、ただですね、スルーネックと言っても、いろんな構造のものがあるんです。この BC1 のエキゾチックに関しましては、ネックの構造がですね、1、2、3、4、5、5つのピースを貼り合わせてできております。メイプル、マホ、メイプル、マホ、メイプル。こういう風な感じになっているんですよ。で、これがね、7枚のもあるし、もっと多いピースでね、組み合わさってるものもあります。そんな中ですね、このね、ヒデさんのスルーネックに関しましては、マホガリーのね、3ピースになってますね。ただですね、材は変わっておりまして、チェリーとかイエローハートはマホガニーなんですけれども、サイケはね、メイプルです。なので、その材によってね、結構ね、振動が違います。ここからがね、ヒデサウンドに関わるところではあるんですけれど、スルーネック自体が大きくサウンドに関わってる部分として、僕が感じるのは、倍音かなと思っております。特にですね、この低音源の刻みなんかは倍音がね、全然違うんですよ。なぜその倍音が生まれるかというと、ボディのね、振動、ネックとボディのこの振動感から生まれてるんですが、これ BC リッチのね、貼り合わせのピース数が増えていくによって硬くなってくるんですよ。で、硬くなってくると、この振動はね、弱くなるんです。ヒデさんのメイプルに関しては、そのね、BC リッチの方に近くて、ちょっと固めな感じだったんですけれど、マホに変わってからはですね、結構ね、やっぱ振動がすごいですよね。
まあ、その中でもですね、初期のこのチェリーに関しては若干ねネックが太いんですよ。丸太の本当レスポールのね号泣のような感じなんですけど、それよりも後期のこの V 気味のねチェリーの方が揺れます。イエローハートに関してはこの V ネックよりも若干太めになってて VU な感じなんですけれども、まあ、塗装のね厚さとかもあると思うんですけれど、振動的にはですねやっぱこのね V のチェリーが一番揺れるんですよ。まあ、ただですね、先ほどお伝えした通り倍音がこう出すぎると今度はねサスティンが弱くなるっていう風にこう反比例していくんですね。なのでその辺はバランスが非常に重要なところではあるんですけれど、まあ、ローの倍音というところではこのね V のチェリーが一番出てて、これはボルトオンではなかなかね表現することができないんじゃないかなと。まあ、ヒデさんはねメイプルのサイケの時はねこう裏通しにしたりとかいろいろね5、6弦のこの鳴りをね追求していたと思うんですよ。まあ、そんな中ですねこのチェリーの仕様というのがしっくりきたんじゃないかなと。まあ、今ね現在ヒデさんのモデルでボルトオンで発売されてるのはねメイプルのネックなんですよね。でしかもね若干太めになってるので、なのでこの 5,6 弦のこの振動倍音的なものはスルーネックじゃないと体感できないところもあるかなと。そっから生まれるドライブ感独特のねうねりがあるんですよね。それはね一度ね鳴らすとねすぐ感じてもらえると思います。まあ、完全にね僕の個人的な見解ではあるんですけど、ネックというのはねやっぱね非常に大事で、まあ、このスルーネックっていうのもね大事なところではあるかと思うんですけど、結果的にリバースを作る時にですねマホガニーになってるんですよ。その仕様に関してはですね当時のテクニシャンの兵庫さんもですねヒデさんが求めてたのはマホガニーの温かさだったと、もうそういったところに着地しているので、結果的にセットネックにはなっているんですけれども、マホネックであることの重要性っていうのがヒデサウンドにね、結構ね、関わってくるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。まああくまでもね、個人的な見解でございますので、皆さんチャンスがあれば、マホのネックのものでね、ヒデサウンド、ヒデさんが使ってたエフェクターなんかを試していくと面白いかもしれないです。また違った発見が生まれるかもしれないんでね。ぜひぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。